系統の十四五本もありぬべしは、正岡式の俳句。1900年9月に、式案で行われた句会で出された句であり、新聞、日本同年十一月十日号に掲載、同年、俳句校に収録された。季語は系統。系統が十四五本もあるに違いないほどの意味で、一般に病に伏せていた式が、病床から、 庭先の系統を読んだ句だと考えられている。元来評価の分かれている句であり、昭和20年代にはこの句の評価をめぐって、系統論争と言われる論争が起こり、以後も現代に至るまで、廃人や歌人、文学者の間で、しばしば論議の対象となっている。系統この句はまず1900年9月9日、式案で、高浜挙史などを含む、 計19名で行われた区会に出された。式の病床で行われた例会は、次回の10月14日を最後に行われておらず、以後も死去の年である1902年の2月上旬に一度行っただけなので、これが、ホトトギスの生涯で最後から3番目の区会ということになる。当日の区会では、まず第1回のう座にて1台1区で10代が出され、 将棋廃業、芋、宿入学、c のみ筆頭、つくつく帽子などの台が出されたが、体調のためかあるいは今日が乗らなかったのか、このうんざでは式は、筆頭の台に、筆頭につたなく堀りしザクロなり一句を投じたきりで、あった。続く、第二回のうんざでは一台十句で、系統の台が出された。式案の庭には、中村不施設から送られたりした系統が十。 数本実際に植えられており、植木銀でもあったと考えられる。四季はこの時、掘り引く木中の家や葉芸刀、葉木狩り手、系統の庭となりに蹴り、系統の十四五本もありぬべし、浅顔の彼氏き根や葉芸刀、系統の花に止まりしばつ高菜、系統や二度のの分けに筒がなしなど、系9句を提出している。いずれも、写実的な句であり、 十四五本も、のくのみ、例外的に関連集がある。1では、十四五本も、のくは特に支持を集めておらず、参加者のうちネアを、迷宮の二人が点を入れたのみである。高浜巨子は、四季のくの中では、系統やのくを選んでおり、当日巨子が、点としたのは、三つ子の、妖芸刀の根本を、ありの雪の花であった。この2ヶ月後、 145本の、の句は、定前の前書き付きで、日本11月10日号に掲載された。特に必要ないと思われる前書きをつけたのは、難しく取らず、写生句として読んでほしいという作者の思いからだと思われる。前述のように、句会ではこの句はホトトギスを除く18人の参加者の、うちわずか2名が点を入れたのみであり、 四季の俳句仲間の間ではほとんど評価されなかった。四季の没後の1909年には、高浜巨子、川藤壁ごとによって四季句集が編まれたが、その中にもこの句は選ばれていない。最初にこの句に注目したのは歌人たちであり、まず、長塚説が、斎藤茂吉に対して、この句がわかる俳人は今はいまいと語ったという。その後斎藤はこの句を、 式季の写生が万葉の時代の純真素朴にまで届いた、場所も武尊も追随を許さぬほどの傑作として、道場万語、正岡式などで剣伝し、この句が式句集に選ばれなかったことに対して強い不満を示した。しかしその後も虚子は1941年の式句集においても、選むところのものは、私の見て、書くとするものの外、式季の生活。 行動、交渉、その頃の自創を知るにたるもの兵にあることによって記念すべき、苦闘としているにもかかわらずこの句を日衆させず、驚くべき、顔面な拒否を示した。こうしたことを背景に、戦後いち早くこの句を取り上げて否定したのが、廃人の島義次郎であった。島は、四季俳句の非重大性において、この句が単なる報告をしているに過ぎず、例えば、 花見客十四五人は折りぬべしなどのようにいくらでも同種の句が作れるし、それらとの間に優劣の差が見られないとした。また斉藤源も、系統を枯れ聞くなどに十四五本を七十八本に置き換え得るのではないかという意見を出している。これらに対して山口聖氏は、系統を句のように捉えた時にホトトギスは自己の性の新書に触れたのであるとして、 区の価値を強調し、また斉藤三期も山口の論を踏まえつつ、病で弱っている作者と、系統という、武骨で強健な存在が14号本も、軍立しているという、力強いイメージとの対比に、区の価値を見出して、姉妹の反論を行っている。このように廃断内で意見が割れた結果、俳句研究では、廃人22名にこの区について、アンケートを取る。 系統問答のある企画も行われた。その後、評論家の山本健吉は、系統論争集結において、当時の論争を概括し、まずこの句が単純素朴な即興の詩であり、だからこそ、的確な系統の把握があるとして評価。そして生死、未起の用語意見が、描写の論理を前提に置きすぎているとしつつ、十四五本を、十八本に変えうるとした。 斎藤の説に対して、現実の系統と作品の世界の系統とを混同していると批判して、言葉の効果の上で明らかに前者が優れていると指摘、その上でこの句が、ホトトギスの鮮やかな新章風景を示していると改めて高く評価し、論争を締めくくった。以後しばらく山本の論に匹敵するような論説は現れなかったが、1976年になって、 歌人の大岡信が、系統の十四五本もにおいて、新説を提示した。大岡はまず式がこの句を作る前年に加わった、ネギシクサア式という、式案を題にした、写生文の共作に注目する。この中で式は、自定の燃えるような系統を熱心に称えており、そしてこの系統が、下のためか一斉に枯れてしまった時には、恋人に死なれたら、 こんな心地がするでやらうかと思うほど残念があったことを記している。また同じ、ネギシクサー式の壁ごとの作は系統を擬人化して、その視点で語る文章であったが、そこに、今年の夏から自分らの剣族14号本が、一緒にうんうんという部分もあった。つまりこの句は1年前の、ネギシクサー式の思い出に当てて、 完全にはない去年の系統を思い出して作られたものであり、当日の句会の中では、唯一のネギシクサ式児の参加者であった虚子を意識して出されたものだというのである。大岡は全くの中のぬべしという、官僚及び脅威のぬに、水量のべしが結びついた語法が、客観写生の語法とは言えず、現在ただいまの刑を読む語法としては、 言おうとして、上の説の傍証としている。また、正岡式の研究者でもある俳人のズボン内、敏則は、系統の赤に着目し、式のそれまでのいくつもの随筆から、赤の色に対する、ホトトギスの愛着を指摘し、その赤が前述の生死の言う、生の新書に重なると論じた。しかし、林勝浦は、大岡の説については、ヌベ氏が、 現在に対する語法としては異様だという説に根拠がなく辞書の要領等から考えてむしろ過去に向けて使うものとする考えの方が異様であることまた壺内の論についてはそもそも式典の系統が木の種でもあり得たこと等をそれぞれ指摘し反論を行っている近年では前述の壺内が系統の句は打作において式という作者の人生を読み込まなければ 語るに足らない打作であると明言し、もし句会にもう一度作者の名を消して出したとしても、末期の存在感のようなものは感じ取れないだろうと書いている。これに対し、高山レオナは、四季の人生とセットにすることで、そこに感動が生まれるなら、セットにしておけば良いではありませんかと表し、また、そもそもこの句が投じられた句会では他にも四季は、系統の句を出しているのだから、 この句だけが選ばれ議論されているのは、なぜなのかということこそ考えねばならないという趣旨の批判を行った。またこのやりとりに関して、山口ゆうゆめは、むしろ系統というものに対して14、145本という、それまでにない言い表し方がぴったり合っていたということが、この句が残った理由であり、句の確信ではないか、という見方も示している。ありがとうございます。